さっきの木枯らしの森から、数キロ登ってきました。ちょうどこれ第二峠目になります。今日はいい取れ高の縁取れました。こういう空ですよね、夏の。まあ私の撮影技術もひどいもんですけどね、この撮影に使ってる、スマホのカメラも全然ポンコツなんで。よく処理落ちはよくありますよね、カクついたりとか。まあ省電力モードでやってるんで、SOC が結局全部使ってないんですよね、フルパワーで。まあそれでも私の動画なんで。昨日 YouTube で、チャンネル登録してる、平和なアルトロノリさんですね、その動画見てまして、ドライブ雑談なんですけどね、夏ゲーの話ありましたよね。まあその人ヘイアルさんって呼んでるんですけど、まあヘイアルさんとは私の方が5つ年が上なんで、まあヘイアルさんのやってたゲームとはちょっとずれちゃうんですけどね。私がよく夏の思い出とえであるゲームっていうのは、やっぱりあれですかね、昭和が終わる、直前ですよね、平成になる前の、ウルティマ4っていうゲームが発売されまして、まあいろんな機種に移植されたんですけど、売上ランクも1位でしたね、その頃ずっと。私が持っていたパソコンって8ビットの CPU の富士通のヘルムニューセブンですね、その当時は。それの5インチ 2D 版ですね。それをやってました。フロッピーディスク、5枚組ですね。まあそれでもそのフロッピー全部容量合計しても2メガバイトもないんですよね。あのファミコンのドラクエ3も、容量確か8メガビットでしたね、1メガバイトですね、要するに。だからドラクエ3よりはかなり容量使ってるんですけどね、 1.5 倍以上は。でもドラクエ3の方がよっぽどよくできてましたよね、今考えると。まあそれでもすごく面白いゲームでした、ウルティマ4。夏休みやってましたからね、もう48時間ぶっ通しでやってました。もう食事もしながらキーボードを叩いてましたから。あの頃のパソコンはマウスもないですからね。で、もうあとはトイレ以外はずーっと画面の前に座ってました。まあ、とにかくあれですね。当時としてはすごく広大なマップでしたよね。まあ、RPG なんですけどね。ただ難解なゲームとしても有名ですね、ウルティマ4は。毒という概念があるもんで。まあ仏教的なところがありますよね、キリスト教的よりも。まあ意外とフロッピーディスクのアクセスはそんな多くなかったような気がしますよね。マップの切り替わりとかそのぐらいですかね。
た PC 自体のメモリの容量も、フルで 64KB なんですよね。でも実際はまあその半分ぐらいしか使えないんですよね、ゲームでシステムが入っちゃうんで。まあそれに比べるとウィザードリーやった時は本当ディスクアクセスがひどかったですね。戦闘をやり始めても終わってもガリ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 言ってましたね。まあ夜中やってると本当家族はすごい迷惑だったと思いますけどね。まあもし平和なアルトロノリさんの、動画見たことない方は、私がの、チャンネルの、画面から行きますんで、一度見に行ってください。もう長らくずっと風切り音がひどかったんですけどね。一応対策を考えて今それを使いながらやってます。こういう感じのものですね。あのスマホの外枠に、つけるシリコン製のあの、落下防止の、カバーみたいなやつですよね。これその上と下に使ってないあのマスクがあるんですよね。それを切って、縫い込んであります。結局スマホの上と下に、ステレオのマイクがついてるんで、そこに直接風が当たらないように、ウレタンのマスクですね、これそれをつけてます。これでだいぶ風切り音軽減しました。まああとは落下防止のストラップをつけてます。まあもう最初の頃に撮ってた動画って全部風切り音で何言ってるんだか、自分が聞き返してもよくわかんないんですけどね。まあちょっともったいないことしましたよね。まあ結局私のチャンネルって前にも言ったんですけど、自分の日記代わりに作ってるもんで、まあせっかく見に来てくれた人にはちょっと、申し訳ないんですけどね。まあ喋ってる内容も大したことないんですけどね。私の声って結構おじいさん声ですよね。見た目は結構まだ30代ぐらいで言われるんですけどね。まあお世辞かもしれないですけどね。まあ、身長は175センチで、体重も多分70キロ前後だと思いますけどね。よく外国人に間違えられますけどね。顔は結構彫りが深いんで。だから、静岡の三菱とか日立とかの工場で働いてる頃は、よく外国人の、派遣の女の子っていうのは、ちょっと人気がありましたけどね。まあ言い過ぎかもしれないですけどね。結構仲良しの子はいっぱいいましたね。まあ、どこの国かよく聞かれますよね。まあ今外国人の、働いてる人多くなりましたよ、静岡も。東部行っても西部行ってもすごい多いですよね。もう働き手がないんですよね、日本人の数が少ないんですよね。結局人間の数は十分いたとしても
その中で実際ちゃんと働ける人が何人いるかっていうことですよね。もう派遣とかだともう来て1日とか3日とかでもいなくなっちゃう人もいますからね。やっぱその点外国人の人たちは結構粘り強いですよね。文句たらたら言われながらも毎日来ますもんね、ちゃんと。結構いろんな国の外国人の人と一緒に仕事したことありますよね。セルビア人という人もいましたね、確か。プラスチックの成形の工場で働いてた時に一緒に働いてましたね。あとスリランカとか、まあ、インドもそうだし、まあ、あとフィリピン、マレーシア、まあ、中国人もそうですよね。たくましいですよね。本当に日本人は平和ボケしてると思いますよ。